ね、うん、ロベルさんもう最後の作品も結構良かったです、はいはいはい、皆さんちょっとびっくりしますよ。いきますよ、ロベルさんの、3つ目の自信作こちらです。よいしょ。オーマイガー、これちょっとどうですか、これ強くないですか、ロベルどうしちゃったんですか、これ。ちなみにこれめちゃくちゃ外部に頼んだだろうと言われたんですけど、このサムネ、うん、私が作りました今回、私が作りました今回、私が作りました今回、すごい、すごい。ちなみにこれですけれども、あの、はい、まあ本当に不本意という言い方をしてしまったあれですけど、完璧に犬山玉木を参考にしましたねこれは。あー確かに、ぽいぽい、完璧に参考にしました、ちょっとなるほどね、はい、参考にしてこれか、はい、ロゴ上の空間がちょっと気になりますけどね、ちょっとやめろ、真ん中そもそもなんですけど、ロゴを真ん中に置けばいいのに、なんでこの下側に置いてるのかがわからないし、しかも背景多分これなんか変に拡大してませんか、何これじゃないんだっけ、4人ともにお伺いたいんです、サムネを作る際に参考にしている人や資料、これを見て自分は成長したと思うというきっかけになったものはありますかということで、じゃあロベル君からいこうかな、はい、あでもこの前 の, のそれこそロベルナイトメアのしりとりは玉木さんの参考にしまして、嬉しいですね、はい、でその1個前のマシュマロを読むやつも結構時間かけたんですよ、僕なりにですけど、うん、確かにでそれの参考にしたのは、うん、あのちょっと名前を挙げるのが申し訳ないことになるかもしれないんですけど、あのしぐれうい先生のあのマシュマロ読みをちょっと参考にした結果、あの何にもできなくて、あの、うん、あ俺にはやっぱ無理なんだなって思って、ちょっと参考にはしたんですけどね、ちょっと、はい、うん、ちょっと参考にしたぐらいですね、はい、はい、うん、まあまあね、あの今もロベルナイトメア応援してるからきっと嬉しいと思いますよ、はいはい、うん、あ素敵、はい、いいな、はい、